どうもー。さあ始まりました神プレイヤーがプレイするアイアンサイトゆっくり実況。マップはダウンタウン。武器はなんかかっこいいやつ。名前くらい覚えておきなさいよ。まだプレイして2時間くらいしか経ってないからね、仕方ないね。お前よくそれで神プレイヤーとかほざけたな。ものは異様ですよ、ははは。そうこう言ってる間に始まったわよ、さっさとしろよ神プレイヤー。いいでしょう、私の神プレイをご覧に。で、今何やってるんよ。今は取らなきゃいけない陣地でイモイモしてます。お FPS ゲームやぞ、はよ敵に突っ込まんかい。わかってないですね、霊夢さん。真のイケメンは争いを避けるものなんですよ。真のイケメンは付き合いたくない男子ランキングで1位なんて取らへんねんで。あー、死んでしまいましたね。死んでごまかすなよ。お前が真のイケメンかっこ笑いである。じじ、何しとんねやお前。ガラスは走って突き破れると思ってました。お前マジで冒頭で神プレイヤーとかほざけたな。で、なんで何もないところ撃ってんだよ。敵がいたように見えました。さっきも味方を敵と間違えて撃ってたし、マジでなんで生きてんの。普通そこまでいます。当たり前だろ、お前みたいな奴は FPS をやるどころかこの世に生を受ける価値すらないんだよ。おい、さあ気を取り直して陣地を取りに。おい、はい、先ほど1キルしたこの記名さんに何かご用でしょうか。さっきのひどすぎるエイム派なんなんだよ。出ましたか、この完璧なエイムを。これでさっきの話はなしってことで。さて次こそは陣地を取りたいところ。そしてさらっとキルを決めていく。見ましたか霊夢さん、私はやればできる子なんですよ。やればできるなら最初からやれよ、万年社会不適合者が。そんな調子だから未だに彼女いないんだよ。お前の友達はみんな彼女いたのにお前だけいないよな。そんでもってお前が一番偏差値低かったよな。高校進学ぼっちおめでとう。ゲラゲラ。てめえが発狂してたら終わったじゃねえか、どうしてくれんじゃ。いや、十中八九霊夢さんが悪いと思います。お前に黒歴史が多いのが悪い。ほら見てください霊夢さん1位ですよ。まあ神プレイヤーですしこれくらい当然ですよ、ははは。などとほざいていますが、この試合は何回か取った中で一番マシなやつを選んでいるのであしからず。ちょっと霊夢さん、それは言わない約束の発